今回は時間革命という本を紹介していこうと思います。この本はタイトルの通り時間をテーマにしています。タイムイズマネーという言葉を聞いたことがあると思いますが、お金は時間に比べたら全然貴重じゃない。お金というのは失ったらもう二度と取り戻せない人生そのものだ。だから時間を貴重に使おうねっていう本です。本書では時間を無駄にする最大の要因は暇だと言っています。暇だから悩んでしまうし、暇だから将来の不安について考えてしまう。今に夢中になっていれば悩むことも不安になることもないから、スケジュールを埋めまくったり、やりたいことをやりまくって動き続ける人になろうと言っています。そして悩むことをやめることの次に大事なのが隙間時間の使い方。ランチを待っている5分間や電車に乗っている時間何をしていますか？時間がないと嘆いている人ほどスマホゲームや SNS で無駄にしている。その時間をニュースアプリなど情報に変えるだけでかなり自分の時間が増えます。本書では行動力がないから動けないという意見を否定します。動けないのは行動力がないのではなく情報がないだけ。つまり動き続ける人になるためには情報量を増やせばいいという単純な話だと。それと動き出すためにその目的や計画などを立てる人もいるかもしれませんが、そんなものもいらん。とにかく一旦、ひとまずとりあえず何でもやってみる。そんな感じで次々手を出して面白いなとか続けたいなと思えば続ければいい。ダメそうならばやめればいいとシンプルな発想です。とにかく時間を大事に、悩んだり不安になるといった暇を作るのは無駄だからやめよう。そんな本です。今回もいつも通り今すぐやれというスタイルでしたね。本書の最後には今を生きるために今読んでるこの本を投げ出せと言ってますしね。不安になることが多い、つい悩んでしまうといったことがしょっちゅう起きる人はぴったりだと思うので、ぜひ読んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。